石室内部と、家型石棺墳級模型き山古墳は、静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町の静岡、浅間神社境内にある円しずき山に造営された、静畑山古墳群の3号墳にあたり、国の史跡に指定されている。寸布城西北にある静岡浅間神社の境内にあり、大都市御祖神社の本殿裏に位置する。 噴球は、静畑山の南端の斜面を利用して作られており、直径は約32メートル、高さは約7メートルの円墳で、埋葬施設として横穴式石室を持ち内部に家型石棺が置かれている。古墳の築造時期は6世紀後半とみられている。石室は両袖式で、原室部の長さは約6.5メートル。 奥壁部高さ3.8メートル、奥壁幅約2.6メートル、沿道部は長さ6.4メートル、高さ約1.7メートル、幅約1.2メートルである。原出奥から、紛糾詩その外語列席まで13.2メートルある。石質用材は、静畑山丘陵から安倍川下流岩にかけて分布する玄武岩である。石管は、家型石管で、 長さ約2.9メートル、幅約1メートルで、伊豆山の業海岩をくり抜いて作られており、長辺側に3体と、短辺側に1体の縄掛け突起がある。本古墳について、近世後期に表された、駿河国の地史、駿河国史に、明和年間のこととして、石室内や家型石棺の様子や立ちなどについての所見が、記されている。1949年に、 後藤森和、斉藤忠氏らにより発掘調査が行われ、縄掛け特許を有する大型の家型石棺内部は、洞窟を受けていたが、その周囲から近同性の房を、金具、弾き、末木、蛍光、バグ、ブグ、送信狂類などが多数出土し、古墳時代後期を代表する横穴式石室古墳であることが分かった。1953年に国の史跡に指定された。 浅間神社境内にある静岡市文化財資料館にはこれらの出土品のほか、実物から型取りして作られた石棺の複製品も展示されている。古墳は復元整備されており、墳球、石室の模型や詳しい解説版も置かれている。石室内部には入ることはできないが、石室内は証明されており、扉越しに外部から石棺などを観察することができる。 照明時間は午前8時から午後6時まで。JR 静岡駅北口からバス。5番線から、スンプロマンバスにて、浅間神社前下車。または9番線から、安倍線、三輪大谷線にて、赤鳥井浅間神社入口下車すぐ。ありがとうございます。